で初日3レース走られます東京の梅川選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、世界戦を走られて、まあ、ナショナルの活動は、まあ、一区切りというか形ですけども、ナショナルの活動を振り返っていただいてどうだったでしょうか。まあ、そうですね、まあ、いい経験させてもらったっていう言葉では片付けられないぐらい、これからの競輪人生に全てそれを生かしていきたいなと思うような、ヒリヒリするような瞬間をたくさん味わえたかなと思います。やっぱり脚力もそうですけど、精神面もすごく成長できたところですかね。そうですね、まあ、精神面の成長っていうのはもうこれから発揮していかなきゃいけないかなと思ってるんですけど、レースの速さだったり、まあ、世界の脚力の強さだったり、まあ、自分が到底及ばないような場面がたくさんありましたけど、まあ、そういうふうに打ちのめされていい経験ができたのかなと思います。で、今一区切りつけたということですけども、もう拠点の方は東京の方に移されたという形ですかね。もうじゃあ今はこちらのガールズ競輪の方に練習も切り替えてという形 で、はい、で立川を完全優勝されまして、まあ、1週間ほど空きましたけども、ここに向けてはどういうふうに取り組まれたでしょうか。そうですね、まあ、世界戦終わって立川までもほとんどトレーニングが詰めてない状況だったんですけど、まあ、立川終わってからバタバタとトレーニングしたという感じですね。はい、状態としては今のところは状態は立川とは変わらないかなと思います。はい、まあ、この大会は昨年、まあ、優勝されて、まあ、グランプリに乗った形になりますけども、まあ、この競輪場と大会のイメージっていうのはどうでしょうか。競輪場はちょっと難しい場かなと思うんですけど、この大会自体の相性はいいので、無欲にでも勝つことを意識して、まあ、楽しみたいなと思ってます。はい、まずはじゃあ決勝に乗ってからっていう形ですかね。そうですね、決勝に乗ることが第一目標です。来年は賞金争いも始まると思いますし、加われるように頑張りたいと思います。わかりました。では連覇のかかる大会ですけども、最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、グランプリに乗るには、優勝するしかないので、まずは決勝に乗ってそこから優勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。